松野茂3月8日から2017年4月3日は日本のコントラバス奏者、教育家、国立音楽大学名誉教授。神奈川県川崎市生まれ、小学生の時からギターを習い始める。東京都立青山高等学校を経て、1956年に東洋音楽短期大学生学科を卒業する。1956年4月。 国立音楽大学器学科に入学し、寺田久蔵に指示する。1959年8月から東京公共楽団に在籍する。1960年に器学科を卒業した後、同大学専攻科に入学する。1961年、専攻科を卒業した後、同年9月から1963年5月までマンハッタン音楽学校に留学し、 ロバート・ベルナンドに支持する。また、留学中は、スプリングフィールド交響楽団に在籍する。帰国後は、1963年から、専属学園、第二高等学校講師、1965年から、国立音楽大学講師、1969年から、昭和音楽短期大学講師、1976年から、国立音楽大学助教授。 1984年から昭和音楽大学講師1990年から国立音楽大学教授1996年から専門学校成長の家用新女子学園講師として教鞭を取り2001年国立音楽大学名誉教授となるこのほか日本弦楽指導者協会理事長神奈川県青少年公共楽団理事 成長の家社会事業団理事などを務める。ありがとうございます。